2015年2月19日、新華社通信は、日本の旅行で注意すべきことと題した記事を掲載した。中国では、18日から旧正月連休に突入し、安全で、観光要素が豊富な日本に、多くの中国人が訪れている。円安も相まって、ショッピングにも適した日本だが、注意すべき点もある。移動する際、 空港や電車の駅などでエスカレーターを利用する人も多いだろう。エスカレーターに乗るときは、東京では左により、大阪では右によって、急ぐ人のためにスペースを空けよう。仮に道に迷ったら、日本では漢字が使われているので、筆談して道を聞くといい。くれぐれも、英語で道を聞いてはいけない。日本人は、英語ができる人が少ないからだ。それでも、 日本人は親切なため額に汗をかきながら教えてくれるだろうが漢字を使った筆談が最も有効。そして日本のレストランには座敷タイプの店もあり靴を脱ぐ可能性もある。そういった状況に備え出かける前に靴下に穴が開いていないか確認した方がいい。